テレ東ビズ。岩手への出発の見送りは建物の中でした。岩手県東京事務所長の平井翔太でございます。気をつけていらっしゃいませ。外の様子はこんな感じでした。東京は大雨でした。岩手は時折晴れ間が覗いていました。画面の右に映っているのが復興の象徴、奇跡の一本松です。植樹祭の会場はそのすぐ近くでした。頑強な堤防もでき、陸前高田市は津波に強い町に生まれ変わりました。道路もきれいに整備されています。東日本大震災で亡くなった方たちに花を手向けるため、両陛下がいらっしゃいました。強化されたのはユリ、カスミソウ、トルコギキョウでした。ここ高田松原は日本百景にも選ばれた松林で有名でした。皇后さまが何万本の松があったのかと尋ねられ、
説明車がおよそ7万本ありましたと話していました。あれが後ほどまたご視察いただきますが、季節の一本と言われているところで、市街地の方もすっかり壊滅状態ということでございまして、犠牲になられた方の追悼並びに、震災があったことの経験教訓をですね、次の世代あるいは他の地域の方々にお伝えしていくということを目的にいたしまして、こちらの公園を整備していただきました。ですのでご覧いただきますと、その先ほどの松原一本松ですね、震災の遺構であります内野区域を設置しましたが、ああいったものを震災の遺構として残しております。また伝承を伝えていくという意味で、また後ほどこちらもご視察いただきますけれども、津波の伝承館、そういった施設も合わせて整備いただきます。奇跡の一本松まで歩かれました。とても大きいですねと陛下が話されていました。皇后さまはどうしてこの一本だけが残ったんでしょうねと聞かれ、陛下も関心を持たれていたということです。どうして残ったんでしょう。他の松よりも大きく下枝がなくなって抵抗がなくなったこと、さらには前に立っていたユースホステルの建物で津波の力が弱まったのではないかと説明していました。ユースホステルの人は大丈夫だったんでしょうか。皇后さまも同じ疑問を持たれていて、説明者が当時は営業していなかったから被害者は出なかったんですよと説明していました。東日本大震災津波伝承館、命を守り海と大地と共に生きるを展示のテーマとしています。世界の津波の歴史などもあり、有史以来何度も津波が来ていることに陛下が驚かれていたということです。津波で逃げずに被害に遭った人も多く、陛下がどうして逃げなかったんでしょうと尋ねられていました。多くの人が家族を待っていた、迎えに帰ってしまったと説明がありました。津波に遭った人は津波てんでんこ、てんでバラバラにとにかく一目散に逃げよと言われています。それが結果として犠牲者を減らすことになるという先人の教えなんでしょうね。津波てんでんこの話は供花を終えた日に両陛下が寄せられたお気持ちにも出てきました。動画説明欄に詳しく掲載しておきます。両陛下が話されているのは、津波のことを語り継いでいく活動をしている人たちです。こうやって見ると、開放的な空間が広がっています。それだけ津波の被害が広範囲に及んだのかと思うと、心が痛みます。陛下も町が広々している感じを受けたと
陸前高田市長に話されていたということです。市長は震災前は建物がいっぱいあって街が広がっていたと話した上で高台整備の説明をしたそうです。ただどちらかといえば前向きな話を市長は多くされていました。陸前高田市ということですが、はい、この12年震災後の12年間と、はい、あとはこれが今植樹祭ここで開かれるということでですね、その市としてこの全国植樹祭に期待することっていうのはどういったことなんでしょうか。一つは植樹祭の場所に今回陸前高田市が選ばれたことは、通常の植樹祭の目的であるとかそういったものに加えて、東日本大震災からの復興について、今ここまで皆さんのおかげで復興したんですよということを全国、全世界ですかね、そういった方々にもお礼の意味で感謝の意味で、それを発信していくという役割も今回は、しっかりと目的の中にありますので、しっかりと明日はですねそういったことも発信していきたいなというふうに思っております。はい、地元には復興のアピールの気持ちが強いんですね。お泊まりは大船渡プラザホテルでした。被害の大きかった大船渡で震災からわずか9ヶ月後に営業を再開し、地元の励みとなった象徴的なホテルです。復興再開発で場所を移転してまた新たに市民に親しまれています。植樹祭に両陛下が実際に訪れられるのは4年ぶりです。皇室ちょっといい話で植樹祭を取り上げるのは初めてです。植樹祭恒例のポスターコンクール展が式典前日に開催されていました。恒例のイベントです。大会ポスターに選ばれたのは高橋蘭蘭さんの森に虹をかけようでした。元気な小学校5年生でした。作品選考の時はまだ小学3年生でした。好きなことを聞かれました。よく絵を描いてるのって皇后様から聞かれましたか。はい、聞かれました。なんで答えたんですか。結構描いてて描いてて絵好きですって答えました。式典に先立ち復興商店街を視察されました。映像には映っていませんが食堂の人たちとのやり取りが面白かったです。陛下は今回の訪問で海鮮丼を食べられた話をし、皇后さまはお魚おいしいですよねと話されていました。食堂の人たちは今はウニのシーズンですからぜひとアピールした後で、ご成婚30年おめでとうございますと声をかけていました。両陛下はそれにどう答えられたんですか。ありがとうございますと両陛下で嬉しそうに応じられていました。岩手訪問の目的である植樹祭が開かれています。
と。ありがとうございます。お座りください。本日ここに天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、第73回全国植樹祭を開催できますことは、私たち岩手県民にとってこの上ない喜びであります。細田博之衆議院議長、野村哲郎農林水産大臣、各国駐日大使をはじめとするご来賓の皆様、全国各地からご参加の皆様を心から歓迎いたしますとともに、本日栄えある表彰を受けられる皆様にお祝いを申し上げます。平成23年3月11日の東日本大震災から本年3月11日で12年となりました。私たちは犠牲の多さと被害の大きさに衝撃を受けながらも、難を逃れた方々の安全を確保し、暮らしの再建となりわいの再生を果たせるよう、また犠牲になられた方々のふるさとへの思いを継承し、命を守り、海と大地と共に生きるふるさと岩手三陸の創造を一丸となって取り組んでまいりました。ここで天皇陛下よりお言葉を賜ります。第73回全国植樹祭にあたり、東日本大震災からの復興の象徴である奇跡の一本松が立つここ高田松原津波復興記念公園において、全国から参加された皆さんと一緒に植樹を行うことができることを嬉しく思います。東日本大震災では岩手県においても甚大な被害が発生しました。この震災によって亡くなられた方々に対し、深く哀悼の意を表するとともに、被害に遭われたすべての方々に対し、改めて心よりお見舞いを申し上げます。震災発生から今日に至るまで、数多くの被災者が共に助け合い、また国内外から多くの支援を受けながら、復興への歩みが進められてきました。震災を乗り越えて、この度全国植樹祭が開催されることは誠に意義深く、復興に向けた地域の人々のこれまでのたゆみない努力と大会関係者の尽力に深く敬意を表します。岩手県においては、昭和49年に第25回全国植樹祭が当時の松尾村で開催され、今回で2回目の開催となります。当時の会場は、昭和天皇と香淳皇后がお手植えになった南部赤松をはじめ、多くの参加者によって植樹された木々が立派に育ち、岩手県県民の森として多くの人が訪れ、地域の人々に親しまれていると聞いています。私自身、学生時代にこの県民の森川、岩手山に登ったことを懐かしく思い出します。岩手県では古くから豊富な森林資源を活用した木炭や漆の生産が行われており、今もなお多くの人が森林づくりに携わり、木が人々の生活に密接に関わっていることを喜ばしく思います。我が国は国土の3分の2を
森林が占める世界有数の緑豊かな国です。健全な森林は木材をはじめとする林産物の生産だけでなく、人間が生活する上で欠かすことのできない水源の寛容や国土の保全、さらには地球環境や生物多様性の保全にも大切な役割を果たすなど、私たちにさまざまな恩恵をもたらしてくれる国民の、ひいては人類共通の財産といえます。こうしたかけがえのない森林の大切さを思うとき、苗木を植え、大切に育て、そして未来を担う若い世代に健全な森林を引き継いでいくことは、私たちが果たすべき大切な使命であると考えます。本日表彰を受けられる方々をはじめ、日頃から各地域において森林や緑づくりに尽力されている全国の皆さんに敬意を表します。宮沢賢治の童話に登場する賢十がコツコツと杉を植えていった野原が、後に多くの人に愛される公園になったように、そうした活動が今後も多くの人々によって支えられ、さらに発展していくことを期待いたします。終わりに、この大会のテーマである緑をつなごう、輝くイーハ東部の森からにふさわしく、かけがえのない財産である森林を守り育て、次の世代につなげていく活動が、岩手の地から全国へ、そして未来に向けて大きく広がっていくことを願い、私の挨拶といたします。お受けいただきますのは、野村哲郎農林水産大臣、山田美希環境副大臣、渡辺博道復興大臣、斉藤鉄夫国土交通大臣、鈴木俊一財務大臣です。代表者記念植樹をされる皆様はご準備ください。植樹は両陛下の2本目のお手植えに合わせてお願いします。天皇陛下は南部赤松、柏、タブノキの苗木を、皇后陛下は紅山帽子、花氷炭木、道のくなしの苗木をお手植えになります。買い添えは岩手県内の緑の少年団の皆さんです。本日天皇陛下にお手植えいただく南部赤松は、奇跡の一本松の遺伝子を引き継いだ苗木です。南部赤松は県の木として広く親しまれ、昭和49年に岩手県で行われた全国植樹祭でも天皇皇后両陛下にお手植えいただきました。皇后陛下がお手植えの紅山帽子の名は、花びらのように見える総帽が
頭巾をかぶった山帽子に似ていることに由来しています。紅花の咲く原木が採取されたことから陸前高田市が発祥の地とも言われています。本日両陛下にご使用いただくクワは南部赤松材を使用して製作しています。天皇陛下が植えられたのは南部赤松、柏、タブの木です。代表者記念植樹の皆様もお植えください。会場では奇跡の一本松の遺伝子を引く南部赤松だとアナウンスがありました。新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄を象徴する縁起物とされています。皇后さまが植えられたのは紅山帽子、花ひょうたん木、道のくなしでした。皇后陛下がお手植えの花ひょうたん木の名は二つつくみがひょうたんの形に見えることに由来しています。国の絶滅危惧種に指定されている希少な木であり、岩手県では遠野市から北の北上山地に分布しています。次に天皇皇后両陛下がお手巻きになります。天皇陛下は大山桜、欅の種を、皇后陛下は藪椿、浜那須の種をお手巻きになります。天皇陛下がお手巻きの大山桜は北限を代表する桜です。昭和49年に岩手県で行われた第25回全国植樹祭で天皇皇后両陛下がお手植えされた木から採取した種子をお手巻きいただきます。皇后陛下がお手巻きの藪椿はここ陸前高田市の花に選ばれている常緑広葉樹です。赤い花が際立つ美しい木で、種から取られる椿油は化粧品などに幅広く使われています。お種入れとそのお盆には岩手県の伝統工芸品であるあっぴ塗りと浄法寺塗りの漆器を使用しています。両陛下で種もまかれました。陛下は大山桜と欅、皇后さまは藪椿と浜那須でした。浜那須は皇后さまのお印ですね。天皇陛下がお手巻きの大山桜は北限を代表する桜です。昭和49年に岩手県で演奏している楽器は奇跡の一本松から作られたビオラとバイオリンなどです。ビオラは陛下も弾かれたことがあります。私たちは作ります。緑輝く未来を、この岩手の力。次回開催権に引き継いで終了するのが植樹祭の恒例です。去年は滋賀県でしたが、両陛下は御所からのリモート参加でした。来年は現実の訪問が叶うかなと思いながら取材していたのを思い出します。はい、岡山大会に向けてしっかり準備してまいります。どうぞよろしくお願いします。挨拶に先立ち、東日本大震災により犠牲となられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。復興の象徴であります、ここ高田松原津波復興記念公園において、
本日天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、第73回全国植樹祭が開催されましたことを心からお祝い申し上げます。来年の第74回全国植樹祭は、晴れの国光で育つ緑の心を大会テーマに、岡山市のジップアリーナ岡山を会場に開催いたします。閉会の言葉は県議会議長の五日市王さんです。本日天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、緑をつなごう輝くイーハトーブの森からを大会テーマに開催いたしました第73回全国植樹祭は、滞りなく無事終了いたしました。岩手を後にされました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックしまして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。